私さ、最近さ、きっしょい配信者の女のツイートをリツイートしたんよ。引率したんやけど、そいつがさ、なんか、なんで男の人の配信者って伸びないの？適当にやってるからなの？普通に煽りとかじゃなくて質問なんだけど教えてみたいな。あったやん。あいつもマジで痛いよ。やばいよ。あの後、もうそいつ流れてくるようになってしまってさ、目に入るようになったんやけど、その後なんかその、自殺匂わせみたいな。なんかこういうこと言われたんだけど、本当に私が死んだらどうするんだろうねとか、もうほんまにテンプレでやってた。ほんまにキモい。男は自殺匂わせせえへんのに、女ほんまにマジで9割やってくるからな。9割匂わせする。ちょっと叩かれたら普通に。すぐ匂わす。死なんくせに。どう考えても真実なのにさ、たぬかなこうやって男にこびないと生きれないからってこういうこと言っちゃうんじゃ、みたいな。キモみたいなのも結構おるわけよ。女サイドからすると。違うね。男にこびるとかじゃなくてもう純然たる事実やんって。データで出てるやんって。1000人までは女は容易に伸びますって。そっから先がきついけどって。男はもう10もいかんかやつがほとんど。基本的にほとんど誰も伸びないっていうことはないかな。女はとりあえず、どこかさえ出しておけば、ちょっとは伸びる。やっぱり伸びやすい。それはある。ちなみに、ちょっと私 DM 来たんやけど、その最初の DM はなんか、たぬからさんのメンタル教えてください。結構言われてやみそうですみたいな DM 来とったんやけど、普通に気性かったけんちょっときつめに返したんやな。いや、お前痛いけん、それ叩かれても仕方ないって、みたいな。そしたらなんかちょっと怒り出して、いや、そんなん言うんですけど、そもそもたぬかさん論点ずれてるんですよね、とか。うわ、こいつ最初下から来て、こう仲良くなって、こう優しくしてもらおうみたいに思ってたんだろうなって。で、私が痛いけん無理って言ったら、ちょっと怒ってきたから、うわ、きっしょ女って感じで、なんかその友達かなんかが LINE でこう言ってたみたいなスクショ取ってきて、で、友達もこう言ってますみたいな。だけん、他人の意見でしか自分を語れないなんて、まーんって感じって言ったら怒っとったね。ほんまにキモい。まーんって感じでしたね。まーんでしたよ。そっから無視してるけど。これはもう確実な強がりやけど、たぬかの一件のおかげで、いっぱい人が見に来てくれるようになった。ま、わいはメンタルが強いから、みたいな。はぁ、あ、はぁって感じ。そう、努力の話してる。やかましいわ、ほんまに。黙っとけ、ほんまに。もうすぐ32歳になるおちめのまま、若さは正義、おっぱいは正義って言ってて、きしょい。まあでも、おちめというか、落ちとるけどな、もう。32やで。落ちとんよ、もう。下の方で遊んでるだけやから。そう、男からチヤホヤされへんかったらそれはそれでさ、機嫌悪くなるし。だからってじゃあ、まんぶうだろお前って言われたらそれはそれで怒るしな。めんどくさいんや、ほんまに。